今回は中村すみれ二段のネット後の対局を解説したいと思います黒番が日本のトッププロの六浦雄太七段白番が中村すみれ二段ですね、まあ、日本のトッププロを相手に現時点でどのぐらい戦えるのかという注目の一局ですね でいききなりつけていきました、ねまあこれ伸びとなれば、まあ、両ガかりに打った時にちょっと利かしに戦いにね戦いになった時にちょっと利かしになってるということですかね。でハサミツていきました。 でこういう別れとなりましたね。まあ、これで一段落なんですけどなんか見た目は白がねこの黒の2目取りましたので白が良さそうに見えるんですけどこれ意外と黒がいいみたいですね。どうしてかっていうとやっぱ右辺の白の3子が相当弱い石になってますので黒が先手取ってこのハサミに回れたっていうのが大きいんですね。でこの黒石2目は取れてますね。 まあ逃げてきても、こちらに、かけていく手があって、出てきても抑えて。黒2手しかないので、取れてますね。で、こちらに打ちましたね。で、滑っていきましたね。これは、 まあ、ここに簡単には生かさないぞっていう手ですね。まあ、抑えれば普通なんですけど、抑えるとこっちに打たれて、なんとなくね、ここら辺で目ができそうなので。まあ、一番厳しい打ち方ですね。まあ、黒は地に辛いですね、非常に。まあ、しっかりね、実利を取ってということですね。で、ここに打ちましたね、これ面白い。 一手でしたね。これはいい手ですね。まあ、三にね、打つ手もあるんですけどね。三 3, 3に打って白が下がってくれれば、こちらに打って。まあ、これが黒の理想形なんですよね。まあ、大きく隅生きてますからね。連絡して。なので、三3に打ってきたらこう打つってことですかね。白も。 まあこういう変化もあったと思うんですけどね、まあ、ちょっとやっぱ左辺の黒2子が弱くなるということで、まあ、実戦はこちらに打ちましたただつけて当然ながら分断した手が厳しいですねただ黒もこの反撃があるので黒やれるということですねこれ厳しかったですね これは黒がやれそうな戦いですね。とりあえず黒は先に字ですごい得してますんで、隅白字だったところが大きな黒字になってますから、ここら辺軽くさばければってところですね。で、外側の白も相当弱いので、これ黒やれそうですね。でこっちに出ましたね。出てかけ継ぎました。 なんですがこの出て切った手が厳しくてこれ黒の種石取られてしまったんですよねこれは中村二段のパンチが決まりましたねこれ種石取っては白がいいですね後ろがはっきり形成良くなったかなと思いますただですねここで簡単にはねなかなか勝たせてくれないんですね でここに打って。ここに打ったんですけどね、この羽がぴったりでしたね。で、こう打ったんですけど、この時にここが効いてるんですよね。ここがね、このダメ詰マリの関係でこういう風に打てないんですよね。こういう風に打つとこっちに種石取られる手がありますので,で。ここが利き筋なのがね、厳しかったですね。なので、ちょっと戻るんですけど、 ここに打った手ではこれ意外とねお互いの急所でしたねここがお互いの急所でしたねこう打ってれば白が分かりやすい戦いだったかなと思いますねこれ白はタネ石取れてますんでここの黒石取れてますんで白有利な戦いなんですね逃げてきたら逃げてこれ黒弱いし作ってるだけですのでこれは白がやれる戦いなんですね なので、まあ、ここに打つ手もあったのかなと。まあ、実戦はここに打たれて意外と、まあ、別に白が困ってるわけではないんですけど、難しくはなってるのかなと。まあ、ただ、具形なんですけど、この手が当然ながらい,い手で、ちょっと黒が、ピンチですね。真ん中が弱いので。これ伸びた手は冷静でしたね。取りに行く手も当然あったんですけど、まあ、一番厳しいのはもうこういうふうに、 直接的にこういうふうに打ってのどき打ってまあこれが決まれば一番厳しいんですけどまあこれ結構あったと思うんですけどまあ早碁なのでちょっと読み切れないということで白やめましたねまあここまでしなくても白がやっぱ試しとって相当優勢なのでまあ冷静でしたねで黒もしっかり1手かけましたでここにもあれ で、あの白、右辺の白の大石ちょっと不安だったので、ここに回れて白がはっきり形成が分かりやすくいいですね。この打ち方分かりやすくていい打ち方かなと思いますね。でもう白がね、はっきり優勢なんですけど、絶儀評価値も100でしたね。白が評価値100で黒が0でした。このまま終われば、 勝ちなんですけど、ここから大事件がね、起きてしまうわけですね。ここですね、コスミつけてきました。これがね、狙いを秘めた一手だったんですね。でコスミつけに、こっちにコスミつけたんですね。これはですね、ここ下がれば何事もなかったんですね。これははっきり白が勝ちだったんですね。で、一路違うとこれ、すごいことが起こってしまうんですね。 これこの瞬間大事件が起こってまして、これ出る手があるんですね。で、こっちに出る手があって、で、ここまで先手で決めた後に割り込む手があるんですね。で、こう打って、で、きる手があって、取ると、当てる手があって、これ、全部取られてしまうんですね。ついでしまうと。 取られてしまって、これ大事件が起こってしまったんですね。なので、まあこっちに打たれて、切られた時にここに取る手がないんですね。白バックしないといけないので、こっちに。なので、まあここに、継がれてしまって、この次も先手で効いてますので、これ当たりなので。 ここの白の二つが取られてしまって、これは逆転なんですね。白が大損してしまったんですね。なので大事件が起こってしまいました。で、この瞬間黒も出れば決まってたんですけど、まあちょっと早ごということで時間つなぎを打ったんですけど。で、白も気づいて、慌てて気づいてこれ、ね、ここの割り込み封じたんですけど、 やっぱりねここ左辺を突き抜かれたまあ連打されたっていうのが大きくてまあ白がちょっと地で大損してしまったのかなと思いますでこの後はもうしばらく打たれたんですけど、まあ、197点まで打たれたところで白が投了して黒の強し勝ちとなりました中村二段がですね六浦 3をあと一歩のところまで追い詰めたんですけど一手のミスで大逆転されてしまったという惜しい一曲だったのかなと思いますというわけで今回はここら辺で終わりにしたいと思いますよかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いしますご視聴ありがとうございました